改めまして、はい、お願いします。同じくですよね。はい、はい、行きましょうか。 JCP VS チーム名見て出てきてください。アイビートを聞いてからまたね、はい、前方あの誰か聞きたいと思いますので、お願いします。はい、はい、皆様出てまいりましたので、では再び右心機ビート聞かせてください。しびれるね、素晴らしい。それでは両チーム先方の方、前へマイクを握ってください。はい、ドンフカルマのオワックスでございます。それでは今のビートを踏まえてじゃんけんをお願いいたします。8の3本です。高校で了解でございます。幸野さんも、はははは、いえいえ、大丈夫や、そっち行ける。はい、参りましょう。先攻の深沼高校のワックス、幸野さんもレディーファイ。誰が相手でも俺のお得意様、吠えづら泣きつら全員いいざま。どっかの番組みたいに後ろでドカッと構えてると出番もなさそう、だから一発でかまそう。先行俺、終点俺、大将俺、俺のもんだぜ。ここでどんなもんか違いと書くのさ、一発で叩きつけるからよく見とけ。終点のトレーニー誰も乗ってなきゃ意味がねえな。俺は各駅停車、そのテーマで移り出してくこのリリックス、どこの街でも出しているぜ。 MC DJ ハリウォートスエンパー、俺らステレオタイプかもな。だけどこれはつなぎ合わせたピースだ。最後出来上がってるラフにやるのさ。のんびり各駅停車してる間に俺1000駅飛ばしてもんだ。お前がステレオタイプなら俺色物かもしれねえけど、真っ白真っ黒な仲間の上、黒は勝手でも白とか言うけど嘘。白も黒も全部まとめて灰色の中で灰になろう。これ以上はないだろう。いいえ、早くなりすぎて見落としてる。俺は各駅停車で遊んでるだけ、その目で見たものだけ。真実は映ってるぜ、後ろ何分かってるぜ。前に誰、お前って誰、聞いたことねえってやつにも一発で分からせる。ラップでどっちがイケてる、俺だぜ。家で帰りを待ってる5歳の娘じゃねえ。遊んでばっかいられねえ。これは仕事でしのぎで殺し合いで戦い、だから常には笑えねえ。各駅停車で止まってる間に俺はその先の景色を見たいから言ってる。置いてきたものは振り返らないから、いつまでもそこにいるお前はもう追いつけやしないのさ。お前所詮コンプラを気にして金を稼いでんだろ。俺は遊びながらメイクマネーしてんだよ。どこが格の違いだ、遊びながらやってる音楽、これはマシだぜ。分かってねえのお前だけ、上目で見てるキッズは騙されてる。だけど確信持ってるやつ騙されねえ。俺は目を見て最後まで喋ってる。終了です。決めてください。聞きましょう。先攻呂布カルマ、後攻ローアクセ。あー、ごめんなさい、ライトライト欲しい、今真っ暗でした。もう一回聞きます、頭から。先攻呂布カルマ、高校ローアクセ、ね、もう一回延長、延長しましょう。では、立ち位置はそのまま大丈夫です。ビート変わります。今日はあ、ごめん、八王さん、8-2です。はい、8-2です、お願いします。はい、では今のビートで先攻ここ入れ替わって、先攻ローワックス、後攻呂布カルマ、8の2本です、お願いします。レディーファイ。不定職者の話の終わって話し出したら俺の方がマシだな。この前ブーあそこの渋谷で見たシーダはマジで生かしたラッパーだな。だけど俺もはみたいそこなら、記憶をこそこにある奴らなら分かる。2000年代からエクスペス止まらずに俺エスペリメン輝いてる。不定職者のままでもラッパー、俺の方がうまくはめられるわな。ハスハスハス
発想吸いすぎて発想飛び飛ばねえ。俺は今日タイマーなくたってはい、なんたって真っ白なままで帰りたい。家に帰って娘抱いて父ちゃん臭いって思われたらそらたまらない。余裕でもシラフ父ちゃんとかそういうネタばっかやってるけど、誰かの真似事のラップは上手くなったみたいだな。でもテクニックと基礎体力ならば俺の方がいいって分かってるやつなら、メイクマニ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 ダラダラ、メイクマニ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 ダラダラ。いいネタ後劇分かってねえじゃん。メイクマニマニよりもメイクミュージックだから俺それは関係ない。しかも汚れた金おちゃんで捕まったら没収、悲しいねどうも。俺の金なら汚れてないぜ、どんな風に使ったってそら俺の勝手。はい、こうに飛んでた上から見下ろした相手ローワックスよ、サンキュー。終了です、決めてください。いきます、先行ローワックス、後攻呂布カルマ、いや延長でしょう、もう一回お願いします。8の2本でございます。延長の8位です。はい、ビート変わりますね、ウヨジンキー。こちらで先行後攻入れ替わります。参ります。まだだね、いいです、いいです、いいです、オッケー、待ちましょう。先行呂布カルマ、高校ローワックス、8の2本、レディーファイ。やっぱ骨ある、やっぱ楽しい、ローワークスの前ならサンキュー。俺は楽しい相手としかやっぱ燃えねえ、ガキとじゃねえな。お前がどう俺がどうどっちだっていいけど、俺の方がやべえって言うしかねえから、言うしかねえ、これ宿命みたいなもん。俺宿命ブリッド出して、どっから来たか分かってねえ、お前 T シャツ見てみた筆当たり前、何も所定とかじゃねえんだぜ。 My foot represent represent represent、 そういうの最近流行ってる、奴らに向けてラップをやってる、膝を曲げたお前のメッセージなんてこれっぽっちもあれしねえ。 T シャツ見なきゃわからねえ、お前が何をレペゼンしてるかとガチガイ、俺のつらみでわかるぜ顔パス、名古屋のサオです、呂布カルマ JCP レペゼン、名古屋をレペゼン、いちいち外着地に出さねえが、 T シャツ着なきゃ誰だかわかんねえやつとの違い、このつらみてくれ。 お前は言葉のあやがうまくかけ違えただけだな、だけど残念お前理解力がねえ、だから頭ってそれ笑え、お前が顔ならばぶち込んで最後叩き落として俺でプス、最後に乗せるだけ、砂の城は波のこの波に流されてるだけ。言葉のあやより、日本です。はい、決めてください。できればね、先行呂布カルマ、後攻ローワックス、勝者呂布カルマです。勝者に拍手を送ってください。まずは JCP が一人抜きでございます。続きましてはこちら、本日の共同主催、はい、幕丸さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。戦国2回目ですね。ですね、はい。まあ、今回その青春院さんに、はい、どういう経緯でこれこんな豪華な感じになってるのって言ったら覚えてないっつって。今日はどういう思いでこれやってるんですか。まあ、一応やっぱりあの名古屋で MC バトルのイベントっていうのは少ないので、はい、まあ、本当に吉田さん曰く MC バトル未開の地だって言ってたので、あ、僕らとかそのファンの子たちからすると、もうなんていうんですかね、スマホ越しの人たちがいます。やっぱり全員、はい、その人たちをやっぱ生で見たいという人たちがたくさん名古屋にはいるので、はい、まあ、なんていうんですか、もうメジャーな人たちを呼んでいただきたいんですけどっていうところから始まっているので、はい、まあ、多分初めて見る子たちも多分今日いっぱいいるんじゃないですかね。多分イベント主体で、はい、まあ、僕はそのブッキングとか何も関わってないんで、はい、こんな感じですっていうのを教えてもらう感じなんですよ、はいはい、やりすぎではってなんか僕も異様に豪華だったんで、わ、そんなに来るんだって思ったんですけど特に誰をとかないですね、はい、ただもちろんあの東海の MC の方々ですね、はい、まあ、もうぜひ見たいっていうふうに僕はもう言っていたので、まあ、それ、まあ、なんでただ吉江さん、あ、多分忘れてると思うんですけど、はい、東海 VS 武っていうのをちょ明確に打ち出したいんですよねっていうのを、はい、去年、就職ぐらいに言ってたんですけど、多分その言葉は聞かなくなりましたけど、ね、今でも出てると思います、ちゃんと明確には。でも確かに、あの、Z シティがいて、はい、
円屋さんとか、そうですね、別チームじゃないですか。そうですね、で引き金がいて、はい、でヴィランズチームがいて、そうですね、だ若手も抑えて、抑えて、だ今日はなかなか、なんでしょうね、愛知の、愛知、東海の一番強いやつを決めることもできる。できるですね。かつ多分東海の人たちからすると、まあ、東海、まあ、正月にやって、はい、かつ他県の人が乗り込んでるんで、めちゃくちゃ燃えてましたけどね、やってやるぞってなってたんで、東海の話。多分今日はその主催の、はい、熱い思いというか、はい、こういう芯はこうでありたいみたいなのは、ちゃんといけると思うんで。いいイベントにできるように僕も頑張ります。ありがとうございます。はい、これからも全国をよろしくお願いいたします。お願いします。皆さんも爆村さん、普段はどういったイベントを？普段は MC バトルのイベントとヒップホップのライブのイベント。なんていうイベント？悪役現象っていうイベントをやらせて。悪役現象でございます。皆さん、まあ愛知の方から、まあこれからだろうね、今年どんどん広がっていって、例えば岐阜の引き金がやってる口喧嘩祭り、口喧嘩祭とかは。俺らももう行きたいってなってるんですよ、開催が決まると。そういう感じに悪役現象もこれから今年ね、なっていく形になっていくと思います。そうです、はいはい、皆さんもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで爆丸さんに話聞きました。ありがとうございました。